サンリオは世界を平和にする。やがてサンリオは神となる。どうも、キスくんチャンネルのキスクです。本日の動画は8月10日発売ハンギョドン当たりくじ。ハンギョドン単独での当たりくじとしては今回が2回目となります。1回目は大好評、凄まじい勢いでどの店舗も次々と売り切れとなり、再入荷を待つ人も多く、さらには一度も引くことができなかったという人もいました。そんなサンリオ当たりくじの歴史を語る上で欠かせない存在となったハンギョドン当たりくじ、今回がその第2弾というわけで、今回もたくさんの人がこのハンギョドン当たりくじを引きに行くんじゃないでしょうか。そんな今回の当たりくじ、まずはラインナップを見ていきましょう。キャリーケース2本、抱き枕2本、ロールティッシュケース4本、ミニぬいぐるみ8本、メッシュバスケット8本、ヘアターバン8本、収納バッグ8本、アクリルチャーム全身顔各5本、ポンプボトル10本、メラミンプレート10本、そしてラストスペシャル賞はパペット。どれも可愛い。そして今回もインパクト抜群。今回の僕のお目当てはキャリーケース、抱き枕、ミニぬいぐるみ、収納バッグ、アクリルチャーム、メラミンプレートです。さあ、果たしてキスクはお目当て&上位賞を引くことができたのか。今回7本引き。それでは引いてきたものをお見せしていきたいと思います。まずはこちら、メラミンプレートが1枚、2枚、3枚も出ました。出すぎ、めちゃかぶり。でもかわいい。3枚も引いてしまいましたが、こちらお目当てでしたので引けてよかったです。裏は真っ白だよ。続きましてこちら、収納バッグが2つ。またまたダブっちゃいました。やべえ、今回めっちゃダブル。ですがこちらもお目当てでしたので引けてよかったです。てかめっちゃかわいい。裏は、嘘、え、さゆりちゃんじゃん。かわいい、やった。こちら収納バッグということなのでちょっと広げてみましょうか。あ、サイドは網編みになっております。中が見える仕様になっておりますね。でこちらのチャックを、あ、こうなってか。あー、なるほど。下側が開くタイプなんです。あ、なるほど。何入れようかな。はい、じゃあ閉めるよ。大丈夫？苦しくない？あ、いい感じ。ぬいぐるみ入れるのもいいですね、これね。あ、まだもうちょっと入るね、これ。可愛いだけじゃありません。ちゃんといろいろ収納できるようになっております。いいサイズですね。大きすぎないんで幅も取りません。ちょっとしたものを収納するのに便利です。かわいい。あ、もう出たいの？楽しかった？続きましてこちら、ヘアターバン。かわいい。サンリオの当たりくじでたまに登場するヘアターバン。ハンギョドンのヘアターバンも可愛いですね。ヒレがついてるのがいいですよね。ちゃんと伸縮機能バッチシ。可愛い。お口が可愛いな。ね、可愛いね、ハンギョドン。ん？シナモンじゃん。はい、ここまで6つの景品をご紹介いたしました。ラスト1つ。果たして上位賞を引くことはできたのか？それではラスト、いきまーす。じゃじゃーん、ロールティッシュケース。イカチー。すげえ、お魚感あるわ、このハンギョドン。かわいい。ちょっと頭のヒレが癖ついちゃってペロって折れちゃうんですけど、かわいい。ははは、めっちゃいいじゃん。お目当てではなかったんですけど、
めっちゃ可愛い。これ弾けてよかったかも。可愛い。あ、お手手もついてる、ちゃんと、ほら。かわいい。かわいい。これなんか欠けるところもありますね。中はこんな感じ。ロールティッシュっていうことで丸型なんでしょうね。ロールティッシュって何？なんかこの形見るとトイレットペーパーをちょっと想像しちゃうんですけど、ロールティッシュっていうティッシュがあるんですか？ちょっと教えてください。せっかくやから使いたいな。かわいい。めっちゃいいじゃん。かわいい。そうなのよ。サンリオの当たりくじってこんな感じにお目当てじゃないものを引いたとしても、引いてよかったじゃんってなったりするんですよね。で、今回上位賞出なかったんですけど、本当にどの景品も可愛いんで、結果ね、満足しちゃうんですよね。それが、ハンギョドン当たりくじ、サンリオ当たりくじのいいところなんですよ。引くしか。はい、いかがでしたでしょうか。今回の当たりくじも、めちゃめちゃ可愛くて満足です。本当にどの景品も可愛くて、何を引いてもハッピーハッピーな気分になると思いますので、ぜひ皆さんもお近くのサンリオショップ、またはお取り扱いのあるコンビニ、ホビーショップに引きに行ってみてください。というわけで本日の動画は以上です。キスくんチャンネル、こんな感じでサンリオの当たりくじやサンリオ関連の動画を投稿しております。ちなみについ先日、4泊5日で大分旅行の方に行ってまいりまして、その際に念願のハーモニーランドにも行ってまいりました。というわけで大分旅行の動画も今投稿している最中です。お時間のある方はぜひこちらの動画もご視聴ください。で、大分旅行ハーモニーランドの動画はまだ続きます。ぜひ次回の投稿もお楽しみに。というわけで本日の動画は以上です。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。楽しんだもん勝ちだよ。ほら、解き放った。気持ちいい。ずっとこうやって自由気ままに生きていたいよね。